ジャニーズ事務所広告会離れ。平野紫耀、パブリンズ CM 終了。他社もジャニーズタレント出演終了。広告業界が新たな展望模索、関係再構築へ。平野紫耀のパブリンズ CM 交番とジャニーズタレントの広告業界離れ。広告業界におけるジャニーズタレントの存在が揺れている中。 昨年7月から続いていた平野潮の P&G、パブリンズ、CM が新たな展開を迎えました。契約更新の行方が注目されていた中、CM の舞台裏では熱血キャスター松岡修造と杉ちゃんが登場し、広告代理店関係者の話によれば、ジャニーズ切りのゴングが鳴ったと言われています。 これに伴い、他の企業もジャニーズ事務所タレント出演の CM を終了し、広告業界全体でのジャニーズ離れが進行しているようです。広告業界の変遷、ジャニーズタレントとの長い歴史。1980年に近藤正彦が CM 出演して以降、ジャニーズ事務所のタレントは広告業界で一大勢力を築き上げてきました。 ハウス食品や資生堂、さらには海外市場でも成功を収めてきた彼らは、商品とのシンクロ率や知名度を利用して企業との共演を果たし、CM 業界において一線を画してきました。しかし、最近ではその様相が変化しつつあります。CM キャラクターの入れ替わり、平野仕様のパブリンズ CM からの退場。 ジャニーズ事務所タレントが起用されていた CM の中でも、平野耀のパブリンズ CM は特に注目を集めていました。CM うちでの共演が続いていた平野と松岡修造が、ついに舞台を交代したことは、多くのファンや業界関係者に衝撃を与えました。外資系企業の P&G 社が、平野の契約満了後、 再契約せずに元の CM キャラクターである松岡に戻すという判断を下したことで、ジャニーズ事務所との契約において変革の兆しが見られます。他社の同行、利権ビタミン、セブンイレブンジャパン、池田も反動も、ジャニーズタレント出演 CM を終了。 利権のノンオイルを展開する利権ビタミンやセブンイレブンジャパン池田も反動の無比などもジャニーズ事務所タレント出演の CM を終了しました。資生堂もまた木村拓也との契約を終了したことが報じられており、これまでのジャニーズタレントとの結びつきが次第に希薄になりつつあります。ジャニーズ事務所との契約終了、広告業界におけるジャニーズ離れの予兆。 これらの動きから見て取れるのは、ジャニーズ事務所タレントと広告業界との結びつきが希薄になりつつあるという傾向です。ジャニーズタレントによる CM 出演は、企業にとって商品のプロモーションに効果的であるとされてきましたが、最近では新たな展望が求められています。 ジャニーズ事務所の中心的な存在であった平野仕様が CM から外れることで、業界全体に変革の波が広がっていると言えるでしょう。広告業界の見解、ジャニーズ離れはこれからが本番。ジャニーズ離れについて広告業界の関係者は、これからが本番を迎えると断言しています。 6月に行われた株主総会では、スポンサー企業からジャニーズタレントの起用について質問や意見が相次ぎ、企業としては株主の意向を無視できない状況にあります。ジャニーズ事務所の正念場が迫っており、広告業界がこれにどのように対応するかが今後の焦点となりそうです。広告業界との調整、商品価格値上げと契約料の問題。 ジャニーズ事務所に対する批判が高まる中、広告業界は商品の原材料や輸送コストの上昇といった厳しい状況に直面しています。一方で、ジャニーズ事務所に高額な契約料を支払い続けることに対して、消費者と株主から納得が得られないという声も上がっています。広告業界とジャニーズ事務所との調整が求められており、 これが今後の広告業界のあり方に大きな影響を与える可能性があります。ジャニーズ事務所と広告業界の新たな関係構築が求められるとき、広告業界においてジャニーズタレントの存在が揺れ動いている中、これまでのようなタレント単体による CM 出演だけでなく、新しい形の広告戦略が模索される時期に来ていることは明らかです。 ジャニーズ事務所と広告業界が新たな関係構築に向けて協力し、時代の要請に応じた斬新なキャンペーンや広告手法を模索することが、双方にとって有益であると言えるでしょう。これからの動向が注目される中、広告業界の新たな展望が広がることを期待しています。